この辺りで呼んだんであろうと思われる場所に、この6か所に万葉の歌集を建てました。で、万葉集はこういうふうに漢字ばっかりで書かれてるんですな、で、万葉仮名とか言うて、あのほら、まあ、音を漢字に当てて読む、あの書いたりしてます。これはこのままです。大船の香取の海に怒り下ろし、いかなる人か目の思わざらん。大船、天皇さんの乗るような御座船、香取の向こう、香取の海に怒り下ろし。なんで風待ちのために、風が吹いてくるのを待つために。ということは、今現在は風がない、風がないと波もない、静かなのどかな日、そんな時に彼女はどうしてるだろうなって思わない人はいないというような